時は南北朝時代。日本では多くの武士が戦い争っていました。そんな時代、新田義雄紀行というとても強くて勇敢な武将がいました。義雄紀行は新田家の次男として生まれ、子供の頃の名前を徳寿丸と言いました。徳寿丸は立派に成長し、ある日後醍醐天皇にお会いすることになりました。なんと立派な青年だろう、徳寿丸。そなたには新田家を盛り立ててもらいたい。義雄紀という名を授け、武士の位を与えよう。ありがとうございます。私は義雄紀の名前に恥じぬよう立派な武将になります。こうして徳寿丸は天皇から新しい名前を与えられ、新田義雄紀と名乗るようになりました。義雄紀公は勇敢で武術に優れ、大変に頭の良い人でした。当時日本は北と南に分かれて争いを繰り返していました。数々の戦が起こりましたが、義雄紀行は天皇を守るために戦い、その頭の良さで勝利していきます。どんな大軍にも打ち勝ったので、武将としてだんだん有名になりました。そのうち、あまりの強さからこんな噂が流れるようになりました。新田義雄紀という人は、空を飛んだり、地面を潜ったりできるのかもしれないな。いや、本当に勇気あるすごい武将だよ。敵の武将たちは、義雄紀行があまりに強いため、怖くなってきました。特に、足利元氏、畠山国清という、武蔵の国の有力な武将たちは、義雄紀行に攻めて来られることを恐れて、何度も義雄紀行を殺そうとしましたが、失敗していました。そこで、畠山国清は、竹沢右京之助、江戸東都海の神らに命じて、卑怯な手を使うことにしました。まず、私が義雄紀行に近づき、味方のふりをしよう。そして、うまく騙して、鎌倉で一緒に戦うことを提案するのだ。いいか、お前は義雄紀行を船に乗せるのだ。お前は、船が岸から十分離れたら、船を漕ぐ櫓を川に落とせ。お前はそれを拾うふりをして川に飛び込み、あらかじめ船の底に開けておいた穴の線を抜いてそのまま泳ぎ去ればいい。え？義雄紀行の乗った船を沈めるというのですか？そうだ。それで義雄紀行は一巻の終わりだ。竹沢は公家の少将の坪根という身分の高い女性を自分の養女にし、その女性を義雄紀行の恋人にすることで、義雄紀行に近づき、味方を装いました。義雄紀行、私は領土を取られてしまいました。一緒に鎌倉に行って戦いましょう。よし、一緒に鎌倉に行こう。まずはどうやって川を渡ろうか。矢口から船に乗るのが良いでしょう。私がご案内します。こうして義雄紀行は言われるがまま船に乗ってしまいました。しまった。櫓を落としてしまった。潜って取ってきます。おい、どうしたことだ。船が沈んでいくぞ。今だ、撃てー。騙された。私としたことが。やった、とうとう義雄紀行をやっつけたぞ。こうして新田義雄紀行と13名の家臣は1358年10月10日、矢口の渡しで壮烈な最後を遂げました。やがて、
矢口の私では不思議なことが起こるようになりました。夜になるとぼーっと怪しい光が現れたり、雷がたびたび落ちるようになったのです。そして吉尾紀子の殺害に加担した人たちが次々と死んでいきました。吉尾紀子の殺害を企てた江戸東都海の神の前には、吉尾紀子の怨霊が現れました。お前は吉尾紀子、よくも騙したな。許してくれ、こっちに来るな。そしてあまりの恐ろしさに、東都海の神は気が狂って死んでしまいました。また畠山国清は、吉尾紀行がゴズやメズをはじめ鬼たちを率いて火の車でやってくる夢を見ました。お前の差し金だと分かってるんだぞ。なんと恐ろしい夢だ。その直後でした。足利元氏の入間川陣中付近で大きな落雷が起きたのです。こうして吉尾紀子を殺そうとした人々は皆死んでしまいました。それを見ていた村人たちは噂をし始めました。どういうことだろう。この頃矢口には怪しい光が出るらしいぞ。それに吉尾紀子を裏切った人たちが次々と死んでしまった。これは吉尾紀子のたたりではないだろうか。きっとそうに違いない。どうだろう、吉尾紀子の御霊を鎮める神社を作っては。こうして村人たちによって神社が建てられ、神社は新田大明神として広く崇め祀られました。これが新田神社の起こりです。やがて吉尾紀子は村人や旅人を守る神様として人々から崇敬されるようになりました。また江戸時代には平賀源内がこの吉尾紀子の壮絶な生涯の物語を神霊矢口の私という浄瑠璃歌舞伎にし、今も語り継がれています。新田神社は御霊信仰に基づく神社です。これはたたり神の信仰で、一番有名な例としては平安時代に非業の死を遂げられた菅原道真公が天神様、学問の神様としてお祭りされています。いわゆるたたりのある神様をお祭りすることで、その強い霊力によって私たちを幸せに導いていただいたり、ご加護をいただいたのです。そして平成20年10月には神社が創建されて650年を迎えました。